旧国シンクタンクからこんにちは。本日はですね、中川浩二先生に、研究員としての初発表ということで、中国と台湾のコロナ対策ということで、発表させていただきましたけど、聞いててよかったですね、本当に。いやー、面白かったですね。中川先生入っていただいてよかったわというふうに、三田先生の2人で つくづく裏のトイレで言ってたんですね。そうなんでわざわざ公開の場で言わない。裏であえてカメラの前で言った方がいい。なるほど、三田先生感想いかがですか。いや、中川先生、説明してもらいたいんですが、やっぱり今回の昨年のコロナの問題が起こって、やっぱり中国共産党政、北京もですね、台湾もこれを踏まえながら何を勝ち取るのかですね、国家として、中国の場合でいうと中国の内政の安定、あとこの、中国初になっているので、世界中から中国を袋叩きにならないようにする、むしろ、マスク外交を使って中国がいかにこの、この世界の疫病パンデミックで中国がやってるんだということをやるっていう、そういう戦略レベル この対策をやっぱり打つということを考えていた。台湾も同じですけどね、そういうところのこのなんていうか、危機に際して国家がどう振る舞うのかっていうことを、やっぱ中国と台湾の例を踏まえて話をしていただいたのは非常に勉強になりました。いや、本当に勉強になりまして、これメルマガになるんですよね。一応その予定で今考えておりますが、今やっぱ僕も今回改めてこう調べて、やっぱチャイナ大陸だけでね、こういうことがあった、それから台湾だけでこういうことがあったっていうのは結構分断されたりするんで、こう共通点を探ってみようと思って、今回レポート化というか発表に準備をしたんですけども、結構やっぱ共通点が見えてくると、我々日本が足らない部分っていうのは、なんで彼らがうまくいっていて、で、逆に言うと台湾だけから学ぼうみたいなね、いや民主主義国だからということであるけれども、実はその両方に共通している部分が、実は日本はすっぽり抜けてるっていうことから考えると、もっとなんか大きい概念で抜けてる部分が日本はあったなというところは、なんか今回自分で準備しながらも発見だったなという気がします。その共通点が何か後でお聞くとして、渡瀬先生ご感想どうですか。そうですね、先ほど中川先生と江崎先生おっしゃってましたけれども、やっぱ政治目的というか、それがはっきりをしていて、でその構造ですよね、それを実現するための、政府の構造、危機管理体制からしてもう根本的に違うんだなというところで、ただこれは今回中国と台湾で作っていただいたんですけども、別に日本にあってもおかしくはないし、欧米であったとしても、当然同じ体制が作られるものだと思いますんで、コロナ対策っていうより、これは単純に、危機管理の体制とその実行の問題と、もう一つはじゃあそれをさらに都合よく利用するって言ったんですけど、何の目的のためにこの、機器を使っていくのかっていう、転んでもただじゃ起きないぞみたいな話っていう、その意志の強さの問題ですよね、というところが根本的に違うんだなと。だからこれはね、やっぱり日本人は野生を取り戻さなきゃいけないんじゃないかっていうのも話を聞きながら思いましたね、野生を別の言い方すると国家意志ですよね。そうですね、生き残っていく、国として生き残っていって、他よりもできるだけ有利な立場を、築くんだというような、これはごく当たり前、というか、税金払って、働いてもらってた政治家の皆さんにはね、当然それやってもらわなきゃ困るということを、別に民主主義国家でもない中国はちゃんとできている、ということが、僕は、なんていうんですかね、イデオロギーの違いを超えて、これはやんなきゃいけないことなんだなというふうに思いますね。総理大臣は国会質問を持て、そうですね。それって有識者会議の構造の違いにはっきり表れたと思うんですけど、その辺中川先生に もう少しお話しいただけると。そうですね、今回こう話した内容で一番コアになって、僕自身も、これなんだろうなというなんとなくの結論付けとしては、やっぱりチャイナ大陸北京ですね、とあと台湾が共通してたこととしては、その対策するチームのする場合に経済とか、その医療貿易の専門家をトップに置くんじゃなくて、その指揮の中心に置いたのはやっぱり広報とか宣伝とか外交だとかっていうものを置いて、そこが一番司令塔になって、その一個下にその経済とか、貿易だとか医療ね、そういったものを置いたっていう、ある意味ではその
風評だったり PR だったりだとか政治の意思みたいなのを表すのが一個上に組織としてあったっていうのは、まあ、日本の有識社会だと経済とかね貿易のところがどっちかっていうと一番上の司令塔として有識者会議としてあるので階層が一個多段式もうちょっと多かったという感じがします。だからもちろん台湾についても北京についても一個下のレベルに行くとね、その貿易体制とかガツガツと有識者の会議があるわけですけど、その一個上にもう一つね組織体があったっていうのはやっぱり大きい、違いなんだろうなっていう気がしましたね。いやもう事前に送られたレジュメでおまけ、我が国の新型インフルエンザ等対策有識者会議構成員名簿ってなんでついてるんだろうと思ったんですけど、それはもうメルマガを読んでいただいて、もうその構成自体が間違ってる、もう設定自体が間違ってて、それって結局経済政策も、まあ、疫病対策も手段であって、うん、もっと大事な目的があるんだ、そのために政治が必要なんだってことがよくわかります、うん、日本のまあ体制は、平時の体制であって、別に有事の体制になってないし、うん、まあ、平時の体制の中で実現する政治目的と、まあ、有事の体制の中で実現する政治目的は違うということですよね、うん、当然だから組織構成も全部変わるという意味でいくと、うん、まあ、これやっぱり、まあ、日本の有識者会議ってね普段から思ってますけど本当に意味ねえなっていう、まあ、思う感じですね。だから先生、本当に平時は行政が、はい、いかに効率的にできるかできるの、はい、有事には政治が必要だって、この違いですね。有事には政治必要ですよね。で本当に、うん、いやもう変な話だけど今回のコロナでやっぱトランプ政権はですよ、中国はいかに邪悪な全体主義国家なのかっていうことを徹底的に宣伝して、でやっぱり中国をもう一度この復活させるためのプロパガンダ、それ世論もアメリカの世論も教えて、だから軍拡も必要なんだし、貿易戦争も必要だし、中国から技術を守るためには産業スパイの取り締めの法律も必要なんだしということをガンガン言って、中国の脅威に立ち向かうためにアメリカをもっと強くするんだということを徹底的にやりながらアメリカ全体を取りまとめ、やろうとしたし、逆に中国側は今回のことで袋叩きにならないように、そうですね、もう袋叩きにならないようにするために世界中からね、どうやって世界中でプロパガンダするのかっていうことを徹底してやるという見事ですよね、これ、うん、まあ、だからその情報統制をチャイナは、ね、はい、そうより強めることが果実としてできちゃったし、はい、なおかつワクチン外交マスク外交もできるようになっちゃったし、はい、まあ、そういった意味ではマイナスからゼロの議論じゃなくてゼロからプラスの、ね、はい、議論までもやったぐらいで、はい、でも今回それこそね、先ほど和田先生もおっしゃったように、うん、結局新型コロナっていう非常に大きいストレステストがあったんだと思うんですけども、はいはい、まあ、これ今後隕石が降ってこようが、はい、おそらくエイリアンが来ようが、うん、まあ、何か重大なことが起こった時にはどんだけ迅速にね、うん、我々動けるかっていうところの、うん、まあ、一つの形の表れだったんだと思うので、うん、まあ、これを機会になんか学んでバージョンアップをしないといけないなという気がしますよね。他の国はだからアメリカも中国も台湾も転んでもタダで起きないみたいなね、すごいですね、転んだら、ね、何か掴もうみたいな、スラの皮が厚い、そう、そのしたたかさを政治の側が持っているっていうところがやっぱりアメリカも台湾も中国も違うし、日本は転んだらああ痛いとかね、でどうしようとかやってるだけで、いや転んで、いや、ね、じゃ転ばないように、いやこのために転んだら何だのかって言ったら道路が悪いからだ、だから舗装するぞ、舗装が大事なんだってキャンペーンして、ね、財政出動してデフレ脱却をやるとかね、いうことをだから日本政府がもっとこううまくしたたかに使ってくれたら、日本の政治のこの1年、うん、去年からの1年は変わっただろうなと思いましたよね、うんうん、で今日のディスカッションの中ですごく面白かったのは、はい、じゃあ仮にこのコロナが中国発ではなくて、はい、日本発だった場合に、はい、今この体制のまま行くと、そういう危機管理の、はい、要は政治意思を示して獲得目的をきちんと決められない状態でいくと、ものすごい袋叩きに合うだろうなと。世界中からね、周りの国々はこれチャンスだと、はい、日本をぶっ潰すんだっていうことで同じ体制スクラム組んでやってくるわけじゃないですか、はい、でそれに対して、まあ、日本側が、まあ、平時の有識者会議をやってますと、はい、これはもう対応ができないという、まあ、そういう危機への対応っていうのが、まあ、これは本当のことなんだろうなと、はい、こういうことで、まあ、そのコロナ自体が、まあ
疫病対策なのか、もうね経済が真相になってるからこれは解除しなきゃいけないのかという、まあそれはもちろん我々の生活そのものに直結しているので重要な問題ではあるんですけれども、まあ結局原発の時もまともな危機管理体制とその意思を示せなかったというのが、まあ問題としてあるわけで、だからこれはもう民主党政権でも自民党政権でもできてない、そして行政機関のまあ惰性ですよね、平時というのはつまり惰性の中でしかまあ動いていないということが、まあ政権交代しても変わらなかったということで、我々はまあそこのところですね、ちゃんと民間のシンクタンクとしてですね、まあこれ意思を持った政権というのを作っていかなきゃいけないんだということをまあ伝えるっていうことは大事だなって今回思いましたね。はい、じゃあちょっと締めの前に一言よろしいですか。はい、いや中川先生今日の発表をレポート化していただいて、うん、まあ、シンクタンクの会になっていただいた方は読めるようにし、うん、ね、あの手はず整えますが、うん、もうぜひ菅総理がもうこれを採用するしなきゃ自分は生き残れない、うん、日本も生き残れないと思えるようなレポートをぜひですね。はい、ということで、まあ、今回はですね中川先生から、まあ、台湾と中国の、まあ、このコロナに際して危機管理の、まあ、政治的意思とその体制の通し方についての、まあ、プレゼンをですね勉強会でいただいたんですけれども、まあ、そういった内容をきちんとまとめて、まあ、国会議員の方々に対してですねきちんと我々としては伝えていきたいというふうに考えております。まあ、来週はですね、まあ、規制改革で、まあ、維新の浅田政調会長にプレゼンをする機会がありましたので、まあ、そういった、まあ、ここで作ったことっていうのはですねこうやって配信して見ていただいているだけではなくって、まあ、要所の人々にですね、きちんと伝えてるんだということも、皆さんにお伝えしながら、この救国シンクタンクの配信をやっていきたいというふうに考えております。で、これが支えていただいている、まあ、会員の皆様によって、可能になっておりますので、今後ともご支援のほどよろしくお願いします。官僚機構に統治能力がなくなっている。シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか。まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか。政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんです。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。